はい、これ小豆ちゃんです。まあ新名とかその豆味、豆味やけど極豆っていうかほんま小さいアンダーテンの豆味もかけれる針を社長に納得してもろてできました。もうなかなかね社長がうんって言うてくれんでそんなん必要ないやろみたいなやったけど、もうどうしても僕ら家の近所で釣りしよう思ったらもう豆味がメインなんで、やっとのことでできました。俺は石川の大輝くんと一緒にいろいろやったんやけど、まあ大輝くんとこも豆味が多いということで、そうですね、やっぱりね、これまあパッと見普通の針、この普通の針っていうのをいかに納得してもらうかっていうのがすごい大変で、そう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 、何十本何百本ぐらい曲げてきたんですけど、ね、うん、全部却下、そう最初はもう最初にまあ社長が曲げてこんなんどうやって言うたやつもうびっくりするから、もうもう SG みたいなんでワームをどう刺そうかみたいなんで、これでもまあいろいろこうテストした結果 ね、まあ大輝くんといろいろ、まあ僕も福井の方行って、福井の方行ったらもうほんまに小さい豆がおるんで、なかなかAテストになって渋いし、そう、うん、福井の豆味カップとかはだいたい優勝っていうか入賞ラインが6センチぐらい、5センチから6センチっていうところなんで、かなりレベルは高いかなと、ね、でやっぱりこのゲープ数ね、そうそう、このゲープのこの幅と、うん、今までまあ34の針でどっちか言ったらオープンゲープになったやつが多かったんですけど、もう今回はもうここだけ僕と体育はもう絶対社長とは譲られへんって言われで、もう何回もこういろいろあの電話で話したり実調でいろいろこうこうやからああやから言い持って、こういう普通の形になりました。普通の形です。まあ社長はこれは面白ないということでなかなかええ返事もらえんかったんやけど、もう僕と体育が曲げて何本も曲げて一番ええ針をお互い出した時がもうほぼこの形になってたんで、これでもう社長にも実際釣ってもらって納得してもらって OK が出た針なんです。これはまあ僕らも自信持って出せるんで、うん、もう本当に使ってもらってガンガン釣ってもらったら、うん、多分豆味ゲーム性はかなり高いんで、そのフッキングに持ち込んでからのキャッチ率とかそのフッキング率とかもね、うん、かなり変わるからね、うん、あるんで、いろいろ試してもらって使ってもらうといいと思います。針のこのヘッドの形状も丸じゃなくてこのパソコンのマウスみたいになってて、下の方がフラットになってあるんで、表層をキープする、その豆味が表層にいることが多いんで、いかにそのレンジをキープできるか、軽いものでキープするんじゃなくてちょっと重くても使いやすいようにっていう感じで一応イメージして作ってるんで、多分誰が使ってもかなりの引き抵抗とレンジキープ力はあるんで、誰でも使っても大丈夫ですね、うんうん、同じような形でレンジをキープできる、そんなジグヘッドになってます。まあ、あとラインナップがあのどこでもできるように 0.4g、0.6g、0.8g と、まあ、ちょっと 1g いう重めのやつ、この 1g いうのは、まあ、僕らあの新名兵庫の方では潮流が早いので、これで豆味やけど、まあ、レンジが下とかいうのもあるんで 1g を追加してもらって、あとはねこの小豆ちゃんとセットするワームね、今ちょっと僕らの中で流行ってるいうかお気に入りがこのパフネークのカットをしたい、タフシカット、うん、まあパフネークだったらそこまで意識せずに刺してもらっても構わないんですけど、基本的にコマメちゃんゲープ幅がかなり狭いんで、ワームの中心じゃなくて上側皮一枚を狙うような形で刺してもらうと、フックポイント要はゲープ幅を維持したままセッティングできるんで、こんな感じで刺してもらって使ってもらったらいいと思います。あとはまあこの僕のちょっとお気に入りがこの、キメラベイトのカットしたもの、あのキメラベイト足が2つあって上側の細い方をカットしてもらって、これはもうそのまま細いんでそのままもう中心刺してもらったらもう全然ゲーム幅のこのあれも稼げるんで、このまま使ってもらうとより渋い時にええと思います。まあ、普通の豆味やで、まあ、普通の服も全然かかるんですけども、このコマメちゃんはあのアンダーテンをいかに釣るかいうことでこだわってしたもんで、今までちょっとなかなかかけれんかった苦労してたやつをバシッとこうねかけれるように、うん、あれしてるんで、まあ皆さんこれをあちこちでちょっと使ってもらえると面白いんで、これでみんなで豆味ングを
やりましょう。いや、はい。